号機リフトオフ。乗れ出撃だ。かつてないエヴァンゲリオンのゲームスタイルを確立。プレイヤー自身の意思で動き、プレイヤー自身の腕で戦う新劇場版ジョのストーリーを軸にゲームは進んでいく。新劇場版ジョのドラマをフル 3D で表現。信号拒絶、受信しません。タイミングに合わせたボタン操作で、あの名シーンの数々が蘇る。 AT フィールド、初号機を AT フィールドを展開。あの AT フィールドをいとも簡単に。父さんも見てないのになんでまた乗ってんだろう。こちら初号機、目標を肉眼で発見しました。よりリアルなアクションバトルが可能。敵に合わせて様々な武器を操り、電源ビルや武器庫ビルの配置を行うなど、多彩な戦略性が求められる。来たわね、今度は抜かれないわよ。さらに本作では新劇場版だけでなく、テレビアニメ版の内容までも網羅。戦闘、ミッション、すべてをこなす。美里さん、急いで。戦いの裏には常に日常がある。人間関係の構築次第でエンディングが変わる。マルチエンディング方式を採用。僕をエヴァに乗せてください。お願いです、僕をエヴァに乗せてください。あんた何なのよ。テレビアニメ版も収録し、世界はさらに広がる。おいでアダムの分身カオル君。シンクロ率が 400% を超えています。敵内部に高エネルギー反応を確認。シンジ君、避けて。シンジ君、今一度日本中のエネルギーと一緒に、私たちの願い、人類の未来、生き残った全ての生き物の命、あなたに預けるわ。頑張ってね。全てのエヴァンゲリオンファンに捧ぐ究極の形。かつてない自由度で誰でも入り込める。エヴァの世界をプレイヤーの手で操れ。エネルギー充填まであと20秒。照準で使徒のコアを捉え続け、赤くなったら射撃ボタンを押すのよ。早く早く。